鳥居が立つ道口石引火情報解析7折、小乳道の道内の様子7折小乳道は、宮崎県日之影町にある小乳道。国の天然記念物に指定されている。宮崎県西臼杵郡日之影町、徳富の上野岳中腹の崖に開口する全長140メートルの小乳道である。1933年2月28日付で、 国の天然記念物に指定された。七折、集落付近の上の竹東南面七合目付近の中原に開港しており、アプローチには急峻で険しい九州自然歩道を登る必要がある。道口は施錠管理されており、入道許可を要する。道口ホールからは、車道となっており、南方方向に110メートルにわたって、 主導が伸びておりほら奥は30センチメートルの共同となって終わる。途中5メートルの旧害があり鉄橋語がかけられている。石中、石順、フローストーンの発達を見るが、小入石の多くは、洞窟により、破損被害を受けている。道口から9メートルと70メートル時点で、東南部に伸びる指導があり、比較的二次生成物の保存が良好である。 七折小入道の際だった特徴として、非常に珍しい喫下情報解析を一部道壁に認める。日の影町教育委員会に入道許可申請書を提出し、許可を得る必要がある。宮崎県西臼杵郡日の影町大技七折、徳富、ありがとうございます。